はい、日本画家の下重七海さんをお呼びしてお話を伺っております。よろしくお願いします。さあ、下地さん、下図をデジタルで描いてるんですよね。はい、そうですね。この1年間は結構、うん、ほぼデジタルですね。うん、今割と多いのかしら。どうなんでしょう。 iPad 使い始めてる作家さんはすごい多いと思うんですけど、うん、それをその直接仕事につなげてるのは、あ、でもまあいるとは思いますけどね。うん、なんかメリットがあります。まあすごくあれですけど、まずどこでも描けるっていうと、はい、うん、あとはもう割と私今みたいにこう色変えたりとかしたりとかして、はい、うん、その下図というか線にもなんかないできないかなみたいなのが考えやすいですね。はい、うん、割と日本画の下図って設計図的な部分があるんで、うん、私もなんか色分けできないかなと思う時はあるんですけど、そうですね、すごい楽ですね、こうやって分けられると。そうですよね。うん、まあ今中原さんが下図集を作ってますけど、そうですね、どうですか？いやでも下図、私下図はその、うん、なんでしょう、その絵の具を使う作品制作っていうのは、はい、結構仕事というかライフワークの方に、うん、の感覚が強いんですけど、うん、下図はかなり趣味なんですよ。もう好きなことなんですね。うん、だからなんかこの何か作りたいなって思ってますね。うん、下図で、うん、でまあすごい趣味なんですごい変わっちゃうんですよね、はい、描き方とか、うん、はい、今はデジタルですけど多分またあの鉛筆に戻ると思ったりとか、うん、はい、そういうことが自由に減っちゃいますね、うん、割と。結構ツイッターとかで公開してるんですけど、うん、見るとかっこいいなと思うんですよね。あ、そうですか。うん、嬉しい。お、そう、あ、ちょっと質問が一つあってですね、はい、まあモデルの話もずっとしてたんですけど、はい、まあモデルはどうやって見つけてますか、うん、自分の中の美人の定義はありますかっていうことなんですけど、そう、一時期一緒にモデルさん来てもらったりしたことあったんですけど、いやあれも楽しいですね。うん、なかなか今難しい時代になって、そのモデルさんは家に来てもらうっていうのが、特にこっちは男だと、うんうんうん、まあなかなか難しくて、下重さんも一緒にいるよって言うと来てもらえるっていうのがあったりしてありましたね、うん、そういうこと。だから楽しかったんですけれど、なかなかね、うん、すごい2人ですごいもう楽しすぎて2人でヘトヘトになるっていうそうね、うん、そうですね、最近は本当に友達というか、うん、あの何でしょう、二人きりになれる関係性の人しか描かないですね。うん、まあもう一つ、なかなかそのやっぱり男と女なんで、うん、なかなかそのモデルさんがいろんな表情を見せてくれないっていうのがあって、うん、そうですね、今その女性同士の方が、うん、有利なことが多いなって思うことが多いんですけど、うん、これ洋画なんかもその、まあ、写実画のブームがずっとあって、うん、ただ写実って割とゴールが割と明確なところがあって、うん、写実画ってこれからずっとみんなやっていけるのかなと思ってたところに、その女性作家さんが入ってきて、うん、そうですね、女性同士特有のライブ感とか、うん、なんだろうな、ストリート感みたいな新しい映画が出てきて、うん、
ちょっと脅威に思ってるところもあるんですけど、まあ日本側まだなかなかそういうのが出てきてないですけれど、はいはいはい、どうなんでしょうね。まあただ私は女性として女性を描いてるので思うことなんですけど、そのやっぱりまあいろいろありますけど、その異性を好きな相手が異性に見せる顔と同性に見せる顔はまた違うと思うんですよ。それでなんか私が男だったらとか思うんですけど、そうですかね、難しいんですよね、まあ、なかな得てるものが多い分なかなかね見せてくれないんですよ見せてもらったものしか描けないんで、うん、いや本当そうなんですよね、割と人物があって作家性っていうよりも、うん、モデルさんが見せてもらったものをいただいて描くっていう感じなんで、うん、作家とモデルの関係性っていうのがすごい大事で、ですね、まあなかなか年々、まあ僕こっちも年を取るんで、まあ年の差も開いていくし、で作家と絵描きっていう、あモデルと絵描きっていう関係性もどんどんこう離れていくんで、どんどん見せてもらえなくなっちゃうんですよね。いやそれはありますね。なんか本当に一番見たいものって寝てる時とか、そうなんですよ、そうなんですよ、起きた時とか本当に別にポーズが欲しいわけじゃないんですよね。そうなんです、関係性が欲しいんですよね。まあ、そういった部分では結構その男性的な視点というか、その割と女性を女性として見てる部分があるかなって思います、自分でも。やる気のない人がいいんですよね。あ、そうなんですよ。あのやってくれない人が、本当になんか喋ってる途中での時書きたいというか。まあ、だからそういうライブ感みたいなのが欲しくて写真に撮るんですけど、写真に写らないんですよね。そうなんですよね。あれ本当に難しいんだよね。本当。まああとはまあちょっと前の回でも少し話したんですけど、はい、まあ下重さんがその 1.5 世代みたいな、まあ位置づけになるんですけど、はい、難しいですよね。難しいですね。まあなかなかそのデビュー、女性作家がデビューしやすい環境にはなったんですけれど、そこからどう続けていくかっていうのを、下地さんがやっていかないといけないわけじゃないですか。そうなんですよね。割とこう見られてる感じはしますね。まあそれとやりたいことは別ですけど、そうですね。ただなんて言えばいいんだろう、結構学生とかみたいな、私もそうでしたけど、その結構勢いがあるような、若いタイミングでできた時のエネルギーの出力の仕方とこれからの出力の仕方って違うと思うんですよ。だそこで自分がどういう風にするかによって多分それに影響される人たちもいるんだろうなとか思いますね。大変本当まあやってることはシンプルなんですけどね、描きたいものを描いてるし。これからどうですか、何か。そうですね、どうしましょう
まあ結構私今までも変化してきてる部分を見せてきてるので、はい、これからもそのこうしなきゃいけないとかはあんまり持ちたくないんですよ。その人物を描くっていうことはずっともう多分ライフワークになっていくので変わらないんですけど、まあ、そこで結構、まあ、さっきも言いましたけど、割と私の絵ってあの落ち着いてるというか、自分で言うのも変ですけど、その派手じゃないなと思ってて、あの結構使ってる絵の具とかは派手なんですけど、はい、完成してみると落ち着いてるというか馴染むものが多いなって自分でも思ってて、だもっとそのそこを自分もそういう風に見せていきたいし、もっと生活の一部になっていきたいなと思ってますね。なんて言うんでしょう、変に絵画作品っぽくなりたくないというか、やっぱりだし、変にカジュアルにもなりすぎたくなくって、まあ、そこの塩梅をずっと探してますね。僕がその美人画の復興みたいなのを考えた時に、その美人画が描かれてなかった時期に何があったかっていうと、その、まあ、テレビアイドルとか、はい、グラビアとか、とアニメのヒロインみたいなのがその二次元の愛好の対象にあって、で美人画がもし現代復活するとしたら、そのグラビア的な要素とか、アニメヒロインみたいな要素とかを日本画が取り込んでむことで復活するんじゃないかって最初考えたんですよ。でそういう意味で下中さんの絵が、まあ、グラビア的な要素とか、すごく絵画的な要素とか、すごいバランスよく取り込んでるイメージがあって、僕の考えた美人画の復興のイメージって下中さんの作品なんですよね。嬉しい。ただ、だからこれが答えかなみたいなのはすごく思うんですけど、ただその分いや難しいっていうのはあるんですよね。そのバランスの良さが、いや本当にそれは思いますね。結構そのアニメ方向に行くこともありえる、あるだと思うんですよ。全然その私が学生の時にやってたみたいな、その理想化するっていう方向に行くのもありだし、今、油絵とかで流行ってるというか盛り上がってる写実の方向に行くのもありだと思うんですけど、なんかどっちも自分にとっては違うんじゃないかなというか、もっとないのかなと思いますけどね。結局その一人の人を見るときって、あの現物を目の前にいる人を見てるっていう写実的な感覚と、記憶的に見てる部分があって、どっちかに偏るのもおかしいなって思っちゃうんですよね。ただバランスの悪いものしか目に入らないんですよね。まあそうなんですよね。バランスの悪いっていうか、何かが目立つものがそうですよ、ね、やっぱりその好きも嫌いもはっきりするってすごく羨ましいなって思う部分もあって、自分はまあ変な話ですけど、ちょうどいいところを目指してしまう部分が、あのなるべくあの買ってくださった方とか、その。の生活とかの一部になりたい、当然の一部になりたい部分があって、当たり前っていうものの、なんかそれを追い求めると地味になるしとか、難しいですね。だからファンだけを獲得したいって思うんですけど、ファンだけって獲得できないんですよね。で、あるところからそのアンチを獲得していかないと、まあ、要するにアンチをファンマイナスアンチって考えるのか、ファンとアンチ
を足してファンって考えるのかっていうのがあって、うん、でそうするとアンチ増やした方が楽だみたいなのがあってだから今な、ね、どっちかっていうとなんかアンチを増やした方が楽だから、うん、そっちでやろうみたいなのがあって、うん、まあ僕はあんまり好きじゃないんですけど、うんうん、いやできないですね、うん、さて何か言い残したことありましたらそうですね、まあ、今見返してもまだまだ変な話絵しか描いてないというか、うん、何かものづくりがしたいとかいうわけじゃないんですけど、はい、まあ、せっかくここまで描いてきて、うん、せっかく画家として食べさせてもらってるなら、うん、もっといろんなことしたいなって思いますけどね。でもグッズ展開みたいなのもね、下重さん割と早い時期からやってて、まあ好きですね。うん、もう何か作るとしたら何かな、まあ、ずっと考えてるのは私なんかこういい匂いのものが好きで、はいはい、いい匂いの人が好きなんですよ。うん、あの香水とかつけていい匂いの人も好きですけど、うん、いい匂いな人っているじゃないですか。あ、だからなんかこう香り関連のものとか、下地さんの作品いい匂いするって言いますもんね。そういい匂いさせたいんですよ。うん、私こう DM とかに香水振ったりとか、ね、そういうの好きなんですよね。うん、何か やってみたい お仕事みたいなのはありますか。お仕事ですか。うん、でもやっぱりなんかこう、ま、何かの商品の例えば、うん、あのパッケージとか、はい、ってよりかはその商品から作りたい願望はあります。あ、はい、うん、でそこに自分のイメージ、うん、自分の作品とかが関わってくれば、うん、こんな幸せはないなって思ってますけど、うん、何作りたいですか。まあ香水っていうよりかは、はい、やっぱりこれその作品飾ってある場所のものとして、うん、ルームフレグランス、その生活用品が欲しい、作りたい。お酒もとかも作りたいですけど、うん、なんかこうもっと家具の展示場とかってあるじゃないですか、はい、なんであそこに絵画作品がないんだろうってすごく思うんですよ、はい、自分的に、うん、だそこにもっとこう関われる安いような、うん、もっと生活に関わりやすいような、はい、まあ、かといってその普遍的になりすぎないようなところを求めるとやっぱバランスよくなっちゃうんですけど、うんうん、そうですね、もっともうなんか人の生活に入り込みたいです。スッとこう、うん、もうビビッとこう突き刺すような入り方はできないのは分かってるので、派手な気づいたらいたくらいにしたいですね。うん、まあ、ファブリックアートみたいなのがあって、うん、まあ、あの代わりに絵画になればいいなとは思うんですけど、うん、あれはね、人物画が難しいらしくて、いや、難しいと思います。まあいろんな各国で展開するみたいな話になると、うん、まあ、人物がダメな地域もあったりして、うん、そうですね、なかなか難しいみたいなんですよね。あると思います。ないんですかね、そういう、もっとなんか絵画が絵画としてこういう風にされてる感じがするんですよね。うん、うん、
何か言い残したことがありましたら腹の立つことでも、はい、いやそれは後で言います。はい、じゃあ、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。個展のお知らせとかいいですか。そうですね、はい、2021年の6月の頭から、はい、5日から12日かな、名古屋の愛知県の名古屋の北岡義報堂さんで個展をしますので、はい、愛知の皆さん、まあ、無理せずいらっしゃれる方はぜひご覧になってください、はい、よろしくお願いいたします。日本画家の下重七海さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。